兄さん、と、トキ。来たか、ケンシロウ。トキ、兄さん。命は投げ捨てるものではない。あら、役立たねえ鍵。待っていたぞ。痩せたな、トキ。結構隆々としてますけど、これで痩せたんだ。だがまだ生きている。あ、ちゃんと北斗4兄弟になってた。よかった。実は直してもらいたい男がいる。ジャギもじゃあ出るな。ある謎の憲法を受け苦しんでいる。謎の憲法。今そいつを連れてきている。時ならばその男を治すことができるかもしれない。力を貸してくれ。他でもないお前の頼みだ。よかろう。その男のもとへ案内しろ。ピコーン。無理やり気絶させただけのようにしか見えん。治療できたん。これでオッケーなんだ。おお、なんなんと。これでもう大丈夫。飛行をついて。便利だな飛行って。この男の精神崩壊は止められただろう。トキ、今日の使った憲法の正体を知っているのではないか。ああ、この剣の名は名と騎影剣。名と騎影剣。名と騎影剣。騎影剣とは北斗神拳と同様、ラオではなさそう、ね、人間を内部から破壊する種のものだ。しかしこの剣は肉体ではなく精神を壊す暗殺剣。おそらく闘気を込めた剣を相手の頭部に叩き込む技なのだろう。もうこの剣の使い手は途絶えたと聞いていたが、その凶王とは何者だ。それはまだ分かりませぬ。だがこれでこの男は助かるんだな。ああ、もう心配ない。じきに目も覚ますことだろう。さっき画面の裏に表情が楽に、微妙に人がいたんだけど、これでエデンに戻れますな。ですな。ああ、と、トキ。大丈夫か、トキ。トキ、大丈夫か。すでに死は覚悟している身。割と死ぬ死ぬ詐欺なトキさんだけど。心配は不要だ。エデンという町なら安全だ。水やガソリンも豊富にある。勝手に連れてきていいのか。俺たちと一緒に来ないか。ケン、悪いがそれはできぬ。あ、残るんだカサンドラ。私はこのカサンドラに残るつもりだ。なぜ。なぜだ。剣王がいるからだ。はあ、やはり剣王。知っているのか、リアク。剣王とは世紀末覇者を名乗る恐怖の支配者。このカサンドラも奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウィグルすらこの監獄の番人に過ぎない。そう。そして剣王は私とケンシロウが出会うことを何よりも恐れていた。なぜ剣王は俺たちが出会うことを恐れる。それは剣王が私たち北斗4兄弟の長兄ラオウだからだ。何？ラオウ、あの男も生きているのか。うん。長兄ラオウ、次兄トキ、三兄ジャギ、
そして末帝のケンシロウ、先代伝承者である師龍拳は我ら4人を養子に迎え、北斗神拳を教え、最終的にお前を後継者に選んだ。説明をつ。そしてお前が後継者に選ばれたあの日から、ラオウの野望は動き出したのだろう。回想入ります。兄者、伝承者がケンシロウになっちまったというのに、兄者たちはなぜ何も言わん。やつは俺たちの弟、しかも一番下の未熟者なんだ。そんなやつに伝承者の座を奪われて腹立たしくは思わんのか。分かってるのか、兄者たちは。北斗神拳は一子相伝、伝承できるのはたった一人。俺知ってるぞ、伝承者争いに敗れた人間が不幸の運命をたどること。それでも黙ってるつもりか。黙ってるな。ふぬけたか、兄者たちは。俺は認めねえ。弟に伝承者の座を奪われてたまるか。し、龍拳は伝承者を誤った。北斗神拳もはやこれまで。ラオウ、どこへ行く。天それは天に立ち権力の座に座るということか。この世に生を受けたからには、俺は全てをこの手に握る。全てを敵に回す気か、ラオウよ。無論我が波動を阻むなら、たとえ神だろうと相手になろう。さらばだ、トキ。ラオウはあの日から神をも恐れぬ野望の男となったのだ。そして戦争が起こり、今や世界はラオウが望む時代になった。その後ラオウは剣王と名乗り、暴力をもって世界を牛耳る道を目指した。だがラオウにとって厄介なのが、私たち兄弟の存在。北斗神拳を使える我々が出会うことで、ラオウは自らの力を超えてしまう可能性を恐れた。そこでラオウは私をカサンドラへ閉じ込めたのだ。もし私がお前とエデンに行ったという知らせをラオウが耳にすれば、すぐにでも全軍でエデンに侵攻するだろう。そうなれば町は壊滅京軍にラオウ軍の方が怖い。私もお前も殺されるだけだ。だからここに残るというのか。ああ、そうすれば少しは時間が稼げるはずだ。その間にお前がまだ得得していない奥義を教える。俺に奥義を。ラオウを超える力を手にするのだ。そして大切なものをお前の手で守れ。分かった。ケンシロウはね、トキが伝承者を継ぐはずだったって言ってたけど、前世紀のトキいるのにケンシロウが選ばれてるよね。お前が伝承者となったあの日、いずれ私の剣も託そうと考えていたのだが。ずいぶん遠回りをしてしまった、トキ。無駄話だったな。さあケンシロウ、
これよりお前に奥義を伝えよう。ああ、だがその前にケンシロウ、ケンシロウ、セーブした。私とお前の剣の決定的な違いを知ってもらう。違い？ゴーの剣とね、銃の剣。同じ北斗神拳でも、いわば私とお前の本質の違いが剣の質にも大きな違いを作り出している。性格、感情、生き方、つまり本質とはそのものの内面だ。それは北斗神拳に限らず、あらゆる流派で見られることだが。あとはいろいろ話すよりもすぐに剣を交えた方が早い。お前は一度見た剣を見切る能力を持っているからな。まるでセイントのように。準備は良いな。これも逃れ得ぬ宿命。あ、完全回復してる。とりあえず経験値アップ。貴様にこの防術が受けられるか。おっと、カウンターはやめろ。おっと、ほっ、よしよし、おお、俺も早くダウン攻撃したいぜ。おっと、遠距離攻撃。私の剣がいずれを。痛い。結構ダウン攻撃のダメージが。その技便利だな。そこだ。あちゃ。かかってこい、剣士。ちょっと。飛び蹴りが強すぎる。ミンタ。ダウン攻撃、ダウン。終わった。やばい。私の剣がいずれお前の役に立つ。ユーリアー。あ。えぐいな。八門九段。まだ。残りゲージわずか。死ぬ。あは、時強っ。ていうよりもあれかな。多い時。気遣いは無用だ。ああ、静かな。てか負けてもストーリー進むのかよ。相手の勢いを打ち消し、乱れをつく静かな剣。やべ、これトロフィーあったんじゃねえ。そうだ、私の剣はお前のように陶器で周囲を揺るがすような激しさはない。お前の剣はいわば激流、それに対抗する聖水のような戦い方もあるのだ。聖水。そしてラオウの剣もお前と同質、激流の剣だ。ラオウの剣も激流。激流同士がぶつかり合えば
その勢いの強さで勝負が決する。お前とラオウが戦えば砕き削り合うような勝負となろう。そして今や剣王と名乗るあの男とまともにぶつかればお前が敗北する可能性は高い。だが激流をも飲み込む清水のごとき剣、私の剣であればラオウにも対抗できる。私の剣を伝承者であるお前が学ぶ、それこそがラオウが私とお前が出会うことを恐れた理由だ。いやでも時の激流に負けましたけどね。 そしてケンシロウ、北斗神拳伝承者に死は許されぬ。相打ちでさえもお前の敗北であると思え、お前は何があってもこの時代を見届けねばならん。分かったなら私の剣をも糧として生きるのだ。分かった。負けて背負うのは嫌だな。ノーカン、ノーカン。ああ頼む。行くぞ、ケンシロウ。ロックオンがな、他のサバッツさばいてもらうんだ。あれ全力で突撃。どうしましょう。危ねえ。時の攻撃そもそも防御できんのか。そうなんだ。別に R1 で構えたからって時の方向いてくれないんだよ。全然ゲージもたまらないしな。これがちょっと他の 3D のアクションと違うところ。ガード状態からだと回避ができない。でカウンターの攻撃が決まった。最後までいけないし、ガードされたらもうやめた方がいいんだな。早めにやめて。何そのダメージ。後ろ向きでガードしてもガードならないんだよ。ちゃんと
強いな時。めちゃくちゃ強いな。やっぱ一回は勝たないと。真の粛清、永遠につかない。だがイリアは生きていた。ケンシロウ、そうやって多くの宿命を見届けていくのだ。戦えないのか。あった、さばき。バースト状態じゃない時だけ。あ、もう覚えたんだね。で、スウェイ攻撃からの、カウンター。火炎放射カウンター、どれがいいんだろう。とりあえずここはまだいけないから、こっちだ。してこう。技玉が足りん。強くなったこの状態で時と戦いたいが、戦えないみたいだね、うん、また話が進まないと。ダメっぽいね。あ、そういうことね。ポーズメニューで技で風の前まで行ったらってことか。技でここはストーリーだからダメだから。なるほどね。修行で解放はこのルートだから、このルートを進めてここまで行ったら次ここがってことか。じゃあ時と戦えるチャンスそんなないかもしれないな。もう回復アイテム使ってでもどっかでは一生はしとかないとな。よし帰ろう。お二人ともジャグレさんが目を覚ましました。何？ジャグレ、お前ケンシロウか。俺は今までどうなっちまっていたんだ。ジャグレさん、あなたは凶王の剣に倒れ、ずっと意識を失っていたのです。そしてケンシロウさんがエデンの外まであなたをお連れして治療を。ケンシロウが治療はしてないよ。何？ケンシロウ、てめえが俺を。いや、トキが。くそ、これじゃ衛兵隊長の流すたっちまう。まさかケンシロウなんかに彼を作っちまうなんてよ。もう体は平気か。なんでてめえにそんなこと報告しなきゃいけねえんだよ。ツンデレになっちゃうよ。
その調子なら問題はないようですな。け。ではエデンに戻ろう。まあその何だ。ありがとうよ。ツンデレツンデレだ。何か言ったか。何も言ってねえよ。なんでもねえ。さっさと行くぞ、ケンシロウ。ジャグレの粛清を背負った。では、トキ。俺たちは行く。うん。ケンシロウ。またここに来るがいい。あの星の輝き。セーブポイントさんかな。北斗七星は死を司る星。乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。トロフィーゲット。おーっと、達観の奇跡。これトキのやつ作るやつかな。いやー、トキ強かった。勝ちたい、トキに勝ちたい。回復アイテム使いまくるか。